久保です。朝起きたら歯を磨いて、まずは白湯を飲んでいます。さてさて、今日のテーマですが、500倍銘柄連発、アンドリーセン・ホロヴィッツのレポートまとめ、未来の投資トレンドをお届けします。 VC 界の巨頭アンドリーセン・ホロヴィッツが年一度くっそ長い英文レポートを出しているのですが、忙しい皆さんのために要点をまとめました。またノーリスクでもらえるエアドロ情報もあります。ぜひ最後まで見てください。よろしくメカドックという方はグッドボタンを押してお知らせください。このチャンネルや僕のディスコードコミュニティでは、過去に原資5万円が何十万円何百万円にもなった情報をシェアしてきました。最新情報を逃すことがないように、チャンネル登録と高評価、ベルマークの通知ボタン、概要欄の SNS 登録までしておいてください。それでは本題に入ります。まずアンドリーセン・ホロヴィッツとは何ぞやということなんですけども、アンドリーセンさんというスキンヘッドとホロヴィッツさんというデコッパチのおっちゃんが創業したトップオブトップのベンチャーキャピタルです。ちなみに A16Z と表記されたりしますが、2人の名字アンドリーセンとホロヴィッツの間に16個のですね、アルファベットがあることが由来となっています。もともとクリプト特化ではなく、ツイッターやフェイスブック、Airbnb などに出資をして巨額のリターンを得ています。そうそうたる企業への出資で目利き力がパないということが理解できたかと思います。そして近年では Web3 関連にも出資しており、アバランチ、コンパウンド、DYDX、メイカー、オープンシー、オプティミズム、スカイメイビス、アクシーインフィニティのことですね。ソラナ、ユニスアップ、YGG、ユーガラブスなどへ出資しており、しかも僕らパンピーとは違って安い価格のシード枠で投資しているため、500倍レベルを連発しているものと思われます。どんだけ稼いどんねんという最強 VC であります。そんなアンドリーセン・ホロヴィッツが年一度くっそ長い英文レポートを出しているのですが、忙しい皆さんのために要点をまとめました。クリプト界隈の未来を推測するには、アンドリーセン・ホロヴィッツのような大きな機構 VC などの年度レポートを一読する必要があります。彼らの観点は未来の傾向を一定程度まで表していると思われます。それではスキンヘッドとデコッパチに聞いてみましょう。わしらが教えたるさかい、耳の穴かっぽじいてよう聞き。 Web3 におけるアクティブユーザーがちょこちょこ増えとる傾向にあるんやで。ここ1年の間、冬やったにもかかわらず、ウォレット数もトランザクション回数もどんどん増えとって、この勢いは止まりそうにないんや。上のチャートからも見てわかるやろ。 50% の増え幅が観察できるで。景気がええ時期に Web3 に参加したプロの開発者たちは Web3 に入ると離れない傾向があるんやで。この人たちのおかげで将来的にもまだまだ発展する余地があるっちゅうわけや。イーサリアム以外のブロックチェーンが2022年でバッタバタ発展しとるんやで。これからも目が離せんで。つまり L2 やイーサリアムキラーって呼ばれる L1 が期待できるっちゅうことやね。一般的にスケーリングソリューションの難しい方と言われた GK ロールアップが今一番熱い話題なんやで。アービートラムによるハイプも考えられるけどな。そやけどポリゴンラブスによる GK EVM やったり、スクロールや GK シンクがあるんやで。アメリカは規制強化とともに仮想通貨のリーダーやった地位を失いつつあるんやで。上のスクショからもわかるやろうけど、アメリカ発の開発者もアメリカの使用者も減ってきとるんや。 Web3 は早期におるけど、もう黎明期から抜け出してマスアダプションに向かって進んでるんやで。 Web3 の会社は短期の経済的な波動を気にせず、どんどん開発されていってるっちゅうわけや。以上、スキンヘッドとデコッパチありがとうございました。ということでまとめます。結構長いレポートだったのですが、トップオブトップの VC であるアンドリーセン・ホロヴィッツの展望を読めてよかったです。要するに Web3 は今後もまだまだ発展余地があり、
アメリカ発のプロジェクトよりもシンガポールやオーストラリアなど規制の緩い地域発のプロジェクトに注目した方が良い。今後の大きいエアドロは GKK になるとほぼ確実に言えます。複数赤でまず GK シンクエラーライトおよびエコシステムにあるトークンローチのプロジェクト、例えばシンクスワップや GK ネームサービスを重点的に触っていきましょう。3ヶ月後から6ヶ月後にローンチする予定のスクロールのメインネットを待ち、そちらが正式に出たらそれも触っていくと良いですね。またレイヤー2に限らず新たなレイヤー1のテストネットも注目しておく必要があります。例えばエンジンレイヤー、リニア、ラミーナ1などなどです。ということで今日は VC 界の巨頭アンドリーセン・ホロウィッツのレポートから読み解くクリプト界の現状と未来の話でした。そして話は変わりますが、以前紹介したダップレイダーでギャルのエアドロが行われています。ノーリスクで参加できますのでぜひやっちゃいましょう。このサイトは大丈夫なのですが、仮想通貨はスキャムが横行していますので気をつけてください。心配な方はダップレイダーのリンクは LINE でお渡ししますので、 YouTube フォローがわかるスクショ、今回の動画のいいねがわかるスクショ、キーワードギャルと久保ディスコード窓口 LINE へ送ってください。必ず久保ディスコード窓口 LINE へお願いします。この3つを送ってくれた方にお送りします。キーワードだけ送っても届きませんのでご注意ください。ということで今日の内容良かったよという方はグッドボタンを押してお知らせください。このチャンネルや僕のディスコードコミュニティでは過去に原資5万円が何十万円何百万円にもなった情報をシェアしてきました。最新情報を逃すことがないようにチャンネル登録と高評価、ベルマークの通知ボタン、概要欄の SNS 登録までしておいてください。毎朝白湯を飲んでいる久保ですが、始めてから明らかに体調が良くなりました。やはり体を温めるといいことずくめなんでしょう。ぜひ取り入れてみてください。それではバッチリ体調を整えて一緒に良い未来を作っていきましょう。僕についてくれば安泰です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。